い、松村塾のカズでございます。久々の配信となります。しばらくその指導の方に専念していてですね、なかなか配信する時間がなかったでした。はい、で今日はですね、久々の投稿とはなりますが、合格した方は不合格の方と違って面接でどういった受け答えができているのか、この点についてしっかりと解説していこうと思います。まずですね、その民間と公務員どちらもその面接では志望動機だったり自己 PR、まあ、こういったところはもちろん聞かれるわけなんですけれど、公務員に対する仕事をちゃんと理解しているか、この点について質問された時にですね、その民間と同じような考えで対策している方はうまく対処できなくなってですね、撃沈しちゃうっていうことがあるんで、まずこの点についてしっかりと固めてほしいなと思います。特に代表的なものが施策ですよね。あなたが県庁市役所入って具体的にどんなことをやりたいですか？じゃあ具体的にそのやりたい仕事、あなたが担当になった時に、具体的にその移住定住促進やっていくには、もっと効果的なものをしていくにはどうしたらいいと思いますか？とかこんなの聞かれたりね。あとは代表的なものだと、神奈川県庁は、最後の面接でですね、まあ、必ずと言っていいほど、うちの県が行っている施策の中で、あなたがここがまだ課題だな、弱いなって感じること何かありますか？それについての改善策についてあなたの考察を述べてくださいとか、こういう質問されたりしますよね。で他にもその公務員として求められる資質としては、あなたは何が求められていると考えますか？とかね、こういったことはそのしっかりとね、現役職員の方とか公務員の経験者の方に対してですね、自分の考えがちゃんと面接官の方に刺さる内容になっているのか確認する必要がありまして、そういった対策をしっかりと行っていればですね、自分に関すること以外にも施策だったり公務員の仕事理解に関することもちゃんと受け答えできるようになるわけですね。で結構面接とかやっててもその普段市役所がどんな仕事をやってるのか、あなたは具体的に理解できておりますかと言った時に、その表面上のパンフレットに載ってるようなその市役所のやってる業務の、具体的な説明ではなくてですね、市が市民に対して果たすべき役割を解説してる方も多かったりするんですよ。で、結構鎌倉市とかでも、具体的にどんな仕事やってるかあなたイメージできるって IT 区分受けた方も深掘りされたり、深掘りされたこともあってですね。で、やっぱその時に、その人もね、その鎌倉市が市民に対して行っている行政サービスのことを中心に解説してしまいまして、そうすると面接官が、いやいや、私ら聞きたいのはそれじゃなくて、その、あなたが普段鎌倉市職員どんな仕事してるかイメージ持ってますかってこう追求されたりしたことがあったんですよね。で、まあこんな形でね、そのやっぱ市役所とか県庁とか、あと国家もそうなんですけど、どんな仕事をやってるのかっていうことをきちんとその経験者の方に聞く機会があったら積極的に聞いていくとか、あとうちの塾でも1時間かけてその市役所がどんな仕事やってるのか詳細に解説している動画とかも過去に投稿しているんで、そういうのをちゃんと聞いたりしてね、その公務員のその仕事理解に関することとか、あと施策に関することもね、答えられるように対策してもらえるといいかなと思います。で、あとはですね、その、あなた自身の経験です。その、経験を、その、経験に関する深掘りしたときは、基本的に皆さん自分が頑張ってきたことなので、このように工夫してきました、努力してきましたとか、こういうのは民間でも同じように聞かれるので、その、比較的施策と、比べるとですね、皆さん答えられてる質問は多かったりするんですよ。ですけど、例えば、その、あなたが提案したとき、上司がその提案却下した場合、あなたどうするんですかって、こういった質問だけかけたりした時にですね、やっぱ人によって具体的に納得できる回答になってるかどうかっていうのは結構差が現れたりしてます。例えば不合格の方だと、あなたがそのバイトとか、あるいは仕事、ゼミ、何でもいいんですけど、それで先生とか上司にね、自分がもっとこうやるべきだって提案したけど、却下された。で、却下された場合、あなたはどうしますかと言われた時に、改めてその話し合いの場を設けますと。で、相手が納得してくれるまで粘り強くその説得し続けますとか、ちょっとこういった精神論的な考えだけに偏っている方はですね、やっぱりこの方ちょっと話し合い進める上で、まだまだ経験値が足りないな、学びが足りないなと思われて落ちちゃったりするんですよね。で、やっぱ合格してる方はですね、その上司とか先生とかね、アルバイトのリーダーとか、やっぱそういった方に自分の考えを企画して、
提案したと。で、提案した時にその却下された際には相手方がなんで反対したのかっていう、やっぱそういった意見などをちゃんと踏まえた上で、企画をブラッシュアップする。で、企画を改善した上で、改めて相手に提案して、で、その相手からさらに意見があったら、それを加えてブラッシュアップして、そうやって納得できる形に仕上げて、その自分の企画を通るように粘り強くその頑張っていきますとか、まあこんな感じで答えたりとかするとですね、さっきの回答よりももっと説得力が増していて、実際にその面接官の方もこの人だったらただこう感情的に自分の考えが却下されたとこう不適されるのではなくてですね、やっぱちゃんと相手の意見をその踏まえた上で建設的に話し合い進めていける力がある人なんだなとか、まあ、組織において協調性というものも持ちながら相手にきちんとその納得させていく対応ができるんだなっていうのがこう伝わったりするわけですね。で、実際に私もその市役所勤めていた時にですね、その 3D プリンターが2017年2018年あたりからブームになっておりまして、で、その 3D プリンターを使って新たな産業イノベーションを起こすためにですね、その事業者の方々だったり、あるいはその市内の大学生の方々集めて、で、交流するイベント開いて、例えば学生とか大学とか連携して、そういった 3D プリンターを使ったベンチャーの事業が生まれるような、そういったフォーラムとか機会を作っていけばいいんじゃないかっていうのを提案したんですけど、まあ、上司からは、いや、そんな 3D プリンターなんて、この先もそんなベンチャー企業を起こせるほど、費用対効果に見合ったような状況にはならないから、やめろって言われたんですよね。で、ここでやめろって言われて、改めて、じゃあもう一回話し合いましょうって言っても、絶対に上司は納得してくれないじゃないですか。だからこそ、私はその上司の意見を踏まえた上で、3D プリンターをその使ったイノベーションは、これは厳しいんだなっていうのは確かに調べていく中で、まあ、正しいんだなっていうのは分かってきたんですよ。だからこそ、では、その市内のその企業の方々が、人手不足、慢性的にその深刻な課題になってるっていうことを踏まえた上でですね、市内の大学生と企業が一緒に交流することによって、まあ今そのホットな話題となっている 3D プリンター使っていろんなワークショップやるんですけど、それをきっかけに市内の企業と学生が関わる機会を増やしていって、で、その市内の大学生が地元の企業に就職してくれるような、そういったマッチングする場を目的としてやるのはいかがでしょうかと提案したところ、上司はそれに関しては一定の効果が見込まれるので OK だと言ってくれたわけです。はい。で、このようにですね、その具体的なその実体験があったりすると、それを踏まえて面接官に納得できるように考え方を伝えたりするとですね、ちゃんとその面接官がこの人は組織においてきちんと様々な意見が飛び交う中でも自分の中でうまく解釈して周りの方が納得できるように企画を練り上げていける力があるんだなと、そう納得できるような回答になるわけですね。で、やっぱこういったことって、その学生の時とか、あるいは仕事でも自ら主体性を持って問題意識を持って日頃からいろんな物事に取り組んでいく、そうすることによって実体験踏まえて、その面接で聞かれた時も学んだこととか、あるいはこう却下された時どうするとか、そういうの言われた時もっと具体的に自分の考察が話せるようになるわけなんですよね。で、まああとはその直前期だとね、まあこういった経験を増やすことはできないんですけど、ただその面接指導している中で、なんか私がこういった経験あったりしますかとか、例えば私だったらこういう質問を投げかけられた時このように具体的に答えたりするんですけど、この考えに少しでも当てはまるような経験って今までしたことありますかっていうと、かなり多くの方が、あ、そのちょっと当てはまることありますって答えてくれる、そういった経験あったりするんですよね。だからこそ、その一つ一つ、そのやってきた、頑張ってきたことに対する深掘りの質問に対して、具体的な考察を持って、面接官が納得できるように答えられるようにするっていうところが、すごくね、その高倍率の面接試験を、その、通り抜けていってですね、で、最終的に、内定勝ち取る上で、とても大事だなと考えております。特にここがその合格した方と不合格の大きな違いです。具体的な考察を持った回答が言えてるか、そして公務員の仕事理解ちゃんとできてて、施策のことを聞いたりとか、公務員の求められる資質は何かとか、あるいはあなたがその志望している自治体と地元の自治体の違い何ですかとか、あと、うちの自治体そんなに働きたいんでしたら、
やっぱどんな魅力があるのか具体的に説明してくださいとかね、こういった特に地方自治体に関することもちゃんと調べていったりとかすれば、具体的な考えを述べることができるので、面接官にそのちゃんと刺さる回答が言えるようになるわけです。この点を心がけてしっかりと対策してもらえればいいかなと思います。今日の講義は以上となります。ありがとうございました。